色とりどりのテントが散らばるベースキャンプと、それを見下ろす空物へ。ネパール側。エベレストベースキャンプは、エベレスト登山のための基地となる、キャンプ地であり、通常は、ネパール側の特定の場所、または、チベット側の特定の場所の2カ所のうちどちらかを指す。登山ルートの取り方次第では、この2カ所以外の場所を、エベレストベースキャンプとする場合もあり得るが、一般的ではない。 ネパール側、すなわちエベレストから見て、南側のベースキャンプの標高は5364メートル、座標は、北緯28度0分26秒統計86度51分34秒、北緯28.00722度統計86.85944度、28.0072286.85944である。一方のチベット側、 すなわち北側のベースキャンプは標高が5150メートル座標は北緯28度8分29秒統計86度51分5秒北緯28.14139度統計86.85139度28.1413986.85139となっている基本的にエベレスト登山に挑む者がテントを張るだけの原始的なキャンプ場である 南側のベースキャンプは南東領を経由して頂上へ至るルートに使われ、北側は北東領をたどるルートに使用される。南側ではセルパやポーターがヤクなどの動物を利用して物資をベースキャンプまで運ぶ。北側は天候にも夜が少なくとも夏の期間は車でのアクセスが可能である。登山者は通常高山病のリスクを低減させるために数日間。 ベースキャンプに留まり順応を待つ。ベースキャンプまでの道。南側ベースキャンプへの道は、ヒマラヤで最も人気のあるトレッキングルートのうちの一つであり、年間数千人もの観光客が訪れる。トレッカーは通常は、ネパールの首都カトマンズから飛行機でルクラまで飛び、そこからベースキャンプまでを歩く。飛行機を使わず、ルクラまでトレッキングすることも可能ではあるが、 車の通れる道ではないため、その場合は荷物を担いで歩くことになる。2015年には、ルクラ空港からベースキャンプまでのトレッキングにおよそ4万人が訪れている。エベレスト、ネパール、側ベースキャンプトレッキングルートマップ。ルクラからは登山者たちは、ゥード腰側に沿って歩き、標高3440メートルのナムチェバザールを目指す。 ナムチェバザールまではおよそ2日間かかり、この村は地域のハブとなっている。通常は登山者たちは順応のためにこの村で一日を過ごす。そこからさらに2日間歩くと、標高4260メートルのリングボッシュに到達する。ここでもう一日を順応に当てる。ここからベースキャンプまではさらに2日かかり、途中、ゴラックシェップを経由する。ゴラックシェップは、 カラパタールとプモリの麓の開けた地域を指す。2015年4月25日、ネパール地震が発生した。この地震が引き金となって、プモリでだれが発生し、エベレストベースキャンプを飲み込んだ。少なくとも19名が死亡したとされている。本震と一連の余震によって、ベースキャンプへのルートは損傷を受け、一部は回収が必要とされた。 南側ベースキャンプからのパノラマビュー、ゴラクシェップ、ペリチェを望む、チベット側ベースキャンプを訪れるためには現在は中国政府のパーミッションが必要となっている。このパーミッションは、ラサ市内の旅行代理店でエベレストベースキャンプのツアーに参加すると一緒にアレンジしてもらうことができる。北側のエベレストベースキャンプへは、 シェーカル付近の中二航路から南へ分岐する道を100キロほど走る。ロンブクデラとの中間地点にはツーリーストベースキャンプが存在するが実際の登山者が利用するベースキャンプはロンブク氷河のふもとになる。北側ベースキャンプからエベレストの北壁を望む。ウィキボヤージュにはエベレストベースキャンプに関する旅行情報があります。ありがとうございます。